どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では、常に冷静でかっこいい人は何を大事にしているのかというテーマで解説していこうと思います。あなたは何かに不安になったり、アクシデントに焦ってしまったり、将来の不安に押しつぶされそうになったりすることがありますか、まあ 何の問題もなく気に病むこともない生活を送っている人なんかかなり少数派っていうかほぼいないんじゃないかなっていうふうに思うんですけどおそらくあなたにも問題とととととかかか普段焦っっっててしまうううこととか悩み事とかそういったものってあると思うんですねでも同じような状況でも全然問題に動じずに冷静に向き合うことができていたり覚悟を持ってかっこよく生きている人もいるわけじゃないですか。 そういう人って無駄に悩んだりとか不安になったりとかおどおどする時間っていうのが少ないので余計なエネルギーを使わずに必要な場所にエネルギーを使えている人なんですよねでも無駄に悩んでしまったり気に病んでしまう人っていうのはその悩むっていう行為に莫大なエネルギーを使ってしまうので解決の方向であったり生産性がある方向に自分のエネルギーを使えずに結局生き方としてもかっこよくならないし問題も解決していかないと。 そうういいっったい切れななな状態になってしまうわけなんですよね今回の動画ではかっこよく生きている人が大事にしている一つつの考え方についいてて解説していきますこの考え方は常に頭に入れておいて何か問題が起こったりだとかうまくいかないことがあった時に思い出してほしいなっていうふうに思っていますのでぜひ最後まで聞いてこの内容を頭に叩き込んでおいてほしいなと思います。まず 人がどうして問題を抱えてしんどくなったり不安で動けなくなってしまうのかっていうことを考えていきましょう人が問題と直面した時に悩んだり動けなくなる理由っていうのは執着心があるからなんですね例えばもし自分の恋人が浮気をしているかもしれないっていうふうに感じたとするじゃないですかもしそう感じてしまったとしたら 多くの人はその恋人のことばかりを考えてどうしようどうしようみたいな感じで悩み続けてしまうと思うんですねこの時どうして恋人のことで悩み続けるのかっていうと自分のもとに恋人がいてほしいっていう執着心があるからなんですね要はそれを失いたくないっていう執念みたいなものが存在しているからなんですこのように執着しているもの こうなるのは嫌だとか、こうなるべきなんだ、みたいな感じで固定された思い込みを持っている思考っていうのは、人を不安にさしたり、悩みを生ませたりするわけなんですよね。しかし、問題に悩んでエネルギーを消耗しない人っていうのは、それがないんですよ。なぜなら、彼らは常に世界の流れっていうのを理解した考え方を持っているからです。朝が来れば昼が来る。そしてその後に夜が来る。 春が来れば夏が来て、秋が来て冬が来る。物体は必ず上から下に落ちる。みたいなね。こういう世界の法則であったり、宇宙の原則っていうのを理解しているんですよね。でも、多くの場合人はこれを忘れてしまうんですよ。地球というですね、この自然の法則の中にある星の中で、自分だってその星の一部であるのに、自分はその星の一部ではないかのように考えてしまう。だから、 こうなるのは普通じゃない。こういうふうに動かしたいっていうふうにエゴが出てしまう。だから苦しくなるっていうことなんですよ。重力があるのに一生懸命俺は空を飛べるんだって言ってね、ジャンプし続けてたらしんどいじゃないですか。こういうふうにやっぱ法則に乗っ取らない生き方っていうのはしんどくなるし、無理が生じてくるわけなんですよね。でも宇宙の原則とかそういう世界のルールっていうものをしっかりと理解していると変に焦ることってなくなるんですよ。 例えば、僕は昔バスケットをしていたんですけど、バスケの有名な監督の話を聞く機会があったんですよね。でその時にこんな話をしてたんですよ。バスケの試合には流れがあって、その流れに沿った采配をしていかなきゃいけないんだよって。だから、流れが悪い時にいきなり攻めの姿勢を見せたりするとうまくいかないし、流れがいい時になんかガチガチに守りに入ったりとかってするのも良くない。常に、 私はしていることっていうのは常にその試合の流れっていうものを見ながらその流れに合わせて自分が采配していくその状況にとってベターな選択をしていくこれが監督の仕事なんだということをおっしゃっていたんですねちなみに昔の戦国武将とか戦略軍師って板書学とかそういうですねまあそういう地球を構成している なんかこうルールみたいなものにのっとった学問っていうのを使って世界の流れ敵国の流れみたいなものを読み取ってですね、えー、戦略を立て出たということが言われているんですよこのように世界には流れとか法則っていうものが必ずあってその流れには当然言い,い流れも悪い流れもあるわけなんですよだから昔の偉人たちはうまくいかなくても冷静にうまくいっても調子に乗らずっていうことを常に大事にしながら生きていたんです 言い流れも悪い流れもあるっていうことを理解していたから、言い流れの時に奢らない。悪い流れの時も焦らないっていうことを意識できていたんですね。このような考え方があったからこそ、何か悪いことがあっても、その時できることは何だろう。自分に変えられる部分って何だろうっていうところを考えて、は今は耐え時なんだなとか、あ今進むべきだなっていうような選択ができていたってことなんですよね。俗に言う、人事を尽くして天命を待つっていうことができていたというわけです。この 変えられない部分を無理に変えないっていう意識があるだけでめちゃくちゃ考え方って楽になってくるし余計なことに悩むことも執着してかっこ悪い選択をしてしまうこともないんですよ流れに背くっていうことは流れがおかしくなるっていうことです雨が止まないからといって雨を止めるですね薬みたいなものを作って雨をやますことができたとしたら きっと雨が止んだとしても世界はおかしくなっていくんですよね。まあ、それと同じで流れを変えるっていうのはそれだけ余分な力とその反動のように起こる悪い出来事と向き合わないといけないんですよ。恋人に執着しても残るのは虚しさと辛さと依存心だけだし、お金に執着しても残るのは崩壊した人間関係と満足できない虚無感だけです。かっこよく生きている人は流れを知っている人。 何かに執着するのではなく今できることだけを見て流れに背かず流れの中でベターな選択っていうものをしようと動ける人なんですねこれを理解しているだけで格段に自分の悩みの質も量も変わってくると思いますし腹の決まったかっこいい生き方になってくると思うのでぜひ参考にしてみてくださいちなみにかっこいい生き方をしている人っていうのは世界の流れを知っているっていう話をしたんですけど 実は人の人生や行動パターンにも流れれであったたり固定さののようなものが存在しています成功する人はこういう流れで成功していくとか逆に失敗する人はこういう選択をし続けた結果そうなるんだよとかそういう流れとかパターンってものがあるんですねこれを理解しているだけで自分の普段の生き方を冷静に一段高い場所から見られるようになりますので その時の感情で変な発言をしたり、誤った行動をすることがなくなっていくんですね。そういう部分の詳しい話は僕の LINE コラムで話させていただいているので、ぜひ動画説明欄から参加して読んでみてほしいなと思います。無料で今すぐ参加できるので、ぜひ動画説明欄から参加してみてください。ってことで、今回の動画では、常に冷静でかっこいい人は何を大事にしているのかというテーマで解説させていただきました。 常に冷静でかっこいい人は目の前のものに執着したり手放したくないっていうふうに嘆いたりするのではなく世界の流れを理解して今は手放す流れなんだなとかあっやまない雨はないんだよなみたいな感じでですね流れに乗りながらもその中で自分にできることその中であがけることベターな選択っていうものを探してそれを選択しながら動いている人なんだよっていうことを話しました。 かなり多くの人が執着して、世界の流れを無視した選択をしてしまっていたんじゃないかなっていうふうに思いますし、僕もね結構油断すると、そういうふうに何か執着したりとか、なかなか手放せなかったりとか、今の流れを無視するような選択をしようとしてしまっているものなんですよ。でもやっぱりそういう時ほどうまくいかないし、悩みって深くなっていくので、今ってどういうタイミングなんだろうなとえいうことをねしっかりと意識しながら、ですね冷静に今の流れを見れるようなかっこいい生き方を目指していきましょう。 ってことで今回の動画はこの辺で終わりにしておこうかなと思うんですけどこのチャンネルでは自然体で愛される人になっていくための知識を人の心理やパターンを分析するっていうことをしながら解説していってます僕の理想は自然体で周りから愛されながらもただ愛されるだけではなく自分たちが関わる人たちを笑顔にしたり心を軽くしてあげられたりってことができるようになっていく状態を目指しています自分と自分の周りの人たちの笑顔を作っていけるような人をどんどん増やしていって 世の中から無駄な批判とか暴言とかそういうものに傷ついていく人を減らしていくのが目標ですそういうテーマを軸に僕はこれからもどんどん今回のような動画をアップしていきますので僕たちの思いに共感したよとか一緒に進みたいよっていうふうに思ってくれた方はぜひチャンネル登録をして仲間に入っていただけたらなと思いますではでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた明日の動画でお会いしましょうセイラでしたありがとうございました